はい、おはようございます。お久しぶりでございます。今日はですね、久しぶりの Vlog っていうことで、装置はね、今日は RX02 に、クレーン M ですね、クレーン M を使いまして、撮影をしております。ここね、北海道もですね、残念ながらまだね、非常事態宣言っていうのがね、解けてない状況でして、まあただね、最近だいぶ札幌市もですね、感染者数がですね、1日あたり1桁ということで、だいぶね、収まりつつはあるんですけれども、ただね、まだですね、非常事態宣言自体はね、解けてないんで、相変わらず私もね、部屋の中でじっとしてることが多いです。で、まあ1日1回はですね、こうして、大通公園中心に、散歩をしてるんですけれども、だいぶね、しばらくぶりのちょっと撮影なんで、お気づきなられましたでしょうか。だいぶね、大通公園も新緑がね、生い茂ってきまして、ライラックなんかもね、だいぶね、咲き始めてます。まあ本来であればね、ライラック祭りはいつかな、6月からかな、間もなく始まるとは思うんですけれども、今年は自粛ですね、残念ながら。はい、自粛になっちゃいましたね。だいたいね、今大通公園のイベントっていうのはもうほとんど自粛になってまして、で、ご覧いただくと分かるんですけど、はい、公園もね、こういうふうに子供たちの遊ぶ公園もね、全部なんですかね、立ち入り禁止のテープが貼ってまして、いわゆる濃厚接触をね、できないようなね、形になってます。ここもね、本来であればね、元気に子供が遊ぶ姿がこのね、時間帯ですと見られるんですけど、全部ね、立ち入り禁止になってますね。まあね、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、なかなかね、北海道はね、感染者数が減ってはいるんですけれども、まだ解除のね、条件には至らないということで、残念ながらね、まだ続いてますけど、だいぶね、でもね、雰囲気変わりましたよ。ほら、街路樹、ライラック咲いてるの分かりますかね。はい、こういう風にね、綺麗にね、咲き始めましたね。まだ満開じゃないんですけれども、でもね、ほら、可愛らしくね、ちっちゃなつぼみがいっぱいね、少しずつね、花が開いているような状況ですね。はい、こんな感じでございます。だいぶね、新緑がね、生い茂ってきましたよね。ちょっとね、このなんですか、4月の時ね、私がね、休業をし始めた頃っていうのは、まだまだ葉っぱもね、ほとんどなくて、はい、まだ裸状態だったんですけど、ようやくね、新緑が生い茂ってきまして、初夏らしいというかね、そんな雰囲気になってきました。いやー、なんかね、気持ちいいですね。今日はね、気温が16度っていうこともあって、ちょうどね、お散歩するにはね、ジャンパー1枚羽織って歩くとね、ちょうどいい感じですね。はい、暑くもなく寒くもなく、そして風も今日はね、ほとんどないですので、ね、とても気持ちいいです。わ、綺麗ですね。これ、この花壇綺麗ですよね。チューリップかな。わあ、いろんな形のチューリップありますね。へえ、わあ、珍しいんじゃないの。
ね、変わった形のチューリップですね。はい、まあね、お手入れする方本当にご苦労様って言いたいんですけど、はい、ということで、あ、ツツジも咲いてますかね。そうですね、ツツジももうね、大通り公園のツツジはもう咲いてますね。ツツジがねちょっと見えてきたんで、あ、ほらほらツツジ咲いてますでしょ、ね、あ、綺麗だな、あ、綺麗綺麗ね、えすごい綺麗に咲いてますね。はい、花壇はね、ほらチューリップがもうね咲き起こって、まあ、本州の方にね言わせてみると、今頃チューリップと思われるかもしれませんけど、ね、札幌はですねちょうど今の時期、まあ、春から夏にちょうど切り替わる時期といいますかね、そういう時期なんですよね。はい、まあ、北海道にね、まあ、旅行に来るなら6月が一番いい時期かな。そうですね、よさこいが始まったあたりぐらいからちょっとだんだん夏らしくなってくるんですけど、結構ね最近の北海道は暑いですからね、夏ね。はい、6月頃が涼しくて新緑がね、あの綺麗な季節ですよね。あ、いつものね、大通公園のオフィシャルショップはずっとね閉まったまんまなんですよね。はい、やっぱりコロナの影響でね。はい、はい、ここからは6丁目になりますけどね、6丁目はねステージがあってですね、こういろんなね各種イベント、なんていうのかな、ミニコンサートみたいなところをねやったりですとか、あ、一応ね椅子は設置されてますね。はいはい、椅子はありますね。はい、ただねこのステージ本来であればね、うん、まあ土曜日曜はね結構いろんなイベントのやるとこなんですけど、うん、さすがにあれですよね、イベントがないだけに何もね、うん、使われてない状態がちょっと続いてますけど、ここもね なんていうのかなチューリップがねいっぱい咲いてるとこなんですけど、毎年ね結構和ませてくれるところなんですけどね。あ、今年は何だろう、白いチューリップがいっぱい咲いてますね。ねえ、うん、綺麗ですよね。はい、ね、5丁目の方に来ましたね。ここも花壇が結構綺麗でね、何の塔だったかな、ちょっとど忘れしましたけど、はい、中国かどっかからの、記念碑なかな、 なんかちょっと僕も詳しいことは分かんないんですけど、はい、ここはねモニュメントとしては有名なところですね。ただうん、やっぱり噴水の方はねまだお水は入ってないようですね。はい、で奥の方にねテレビ塔がこうちょっと近づいてきましたけれど、はい、あ、ちょうどねご家族連れであれでしょうかね、外の空気をちょっと吸いに来たのかな。いや久しぶりねこうジンバル持って歩いて、あの
クレームもねそんなに重たいものじゃないんですけど、なんだろう、久しぶり持ったせいか結構重く感じますね。いや体力は落ちてますよね。はい、4丁目の方にねちょっと来ましたけれども、4丁目のこの噴水はやっぱりね止まったまんまですね。水は入ってないですね。はい、これもやっぱりコロナの影響でしょうかね。あの人が集まるところの施設はいろいろとね制限かけられてますんで、多分その影響だと思いますけど、はい、でこんな雰囲気になりましたね今ね。はい、右側に見えるビルが北洋銀行ですね。元拓殖銀行がね、北海道拓殖銀行あったところで、今はねなくなっちゃいましたので、北海道の大きな銀行ったらこの北洋銀行になりますね。はい、まあ地銀なんですけれども北海道では一番大きい銀行になります。はい、ということでね駅前通りの方までね出てきましたけど、はい、花壇もスミレとかね咲いてますね。さて今日の気温は14度ですね今現在ね。はい、大通りの3丁目近辺ですけれども、はい、やっぱりね立ち入り禁止ですね。はい、あ、芝生がねここは剥げてるので芝生保護のためにちょっと立ち入り禁止してるみたいですね。はい、ハトさんがねなんか一生懸命餌ついばんでますね。はい、あ、そうですそうです、ここです。この間ねテイクアウト弁当をですねここでね食べてましたら、後ろからかな頭上からかなカラスのね急降下爆撃受けまして、ハンバーグをね半分取られちゃったんですよ。まあでも確かに考えてみればねカラスも人がね人手がこういう風に少ないですから餌にありつけないんでしょうね。でお店も閉まってるんで多分ね食料不足だと思うんですよカラスにとってはね。で多分ね必死だったんでしょうね、そこにね僕がねハンバーグのね弁当食べてたらねそりゃねなんとかしたくなりますよね。そんなわけでねちょっとカラスに襲われたところですね。さあだんだんとねテレビ塔が手前に近づいてきましたけど、いや本当ね新緑が綺麗になりましたね。ここもライラックが咲いて、これは何かな、白い花がねちょっといっぱい咲いてるんですけどちょっとわからないですね。あ、すごい香りが。はい、ここもね札幌市民の憩いの場になってるんですが、やっぱり人少ないな、少ないですね。はい、正面がね、あ、まあちょっと木で隠れてるかもしれませんけど、もうテレビ塔がすぐ目の前に迫ってます。
正面にね今テレビ塔が見えてきますけれども、ほら今日はね全てね、オートで撮影してますので、シャッタースピードですとかね全部オートです。はい、ND フィルターちょっとつけられないものをつけてるんで、はい、あのアナモルフィックレンズ、あレンズっていうかアダプターですね、それつけてますんで、ちょっとね ND フィルターがねこれはちょっと装着できないんですので、全てオートで撮ってます。はい、ようやくテレビ塔の前までね来ました。バーンと、はい、今日もねテレビ塔ありましたね。はい、よかったですね。なかったらどうしようかと思ったんですけど、はい、ありました。あ、ライラックもねちょっと咲いてきてまして、この辺のね周辺もまあ今の時期だと結構ね本来だと観光客さんもいらっしゃるんですけど、いらないですね。でそこの上の施設自体も今閉まってますね、やっぱりね。はい、観光客さんの受け入れもまだやってないですね。札幌はねまだなんと言いますか、準ロックダウン中と言いますかね。はい、こういう施設お休みのところがまだ大変多いですよね。あ、着きました。はい、ロッキーじゃないですかね。こっからね向こう側をちょっと僕眺めるのが結構好きなんですけど、はい、こんな感じですね今日の札幌は。はい、まあね久しぶりねちょっと Vlog を撮ってみたんですけれども、皆さんもねどうでしょうかね。まあ、緊急事態宣言を解除されたエリアの方はね、まあぼちぼち普通のまあ生活に少しずつね戻っていくんでしょうし、まあ北海道はね残念ながらまだねもう少しの辛抱ですかね。はい、僕もね一応6月から仕事が休業が解ける予定なんですけど、どうなんですかね、あの連絡が来るはずなんですが、はい、手紙はねもらったんですけどね、一応今月末あたりから、うん、予定ですっていうね話もありました。はい、今日はですね、久しぶりのね大通公園の様子をお伝えしました。では皆さんまたお会いしましょう。